今回はね、もうちょっと表立ってはあんまりこれ調べたら、え、心はどうなってんのっていう風に思われる秘宝館って呼ばれるちょっとエッチな場所っていう風に書いてることが多いんですが、実は全然違う。もちろんそのちょっとエッチなことをこうエッチなものが昔のやつが残ってたりはするんですが、それよりももうその民族学、その当時のまあその普通の民間人がこう信仰してたものであったり、その民間人が確かに生活してた足跡をちゃんと見れるんですよ。その名も東洋民族館っていうんですよ。すごい面白かったです。これはね、僕も正直これ行って意味あるって思ってたんですけど、めちゃくちゃ面白い。そもそもね、始まりは博士、なんか日本のことを調べに来る博士が結構いたんですよ。やはり鎖国をしてた日本という国なんで、なんかおもろいもんいっぱいあるんちゃうんか言って、アメリカの人が来たり、イギリスの人が来たり、いろんな人が来たんですよね。その中の一人の博士が、このね、やっぱ日本語喋れないんで通訳をつけるのに、ここの初代館長のつくもさんをつけたんです。で、このつくもさんと馬があって、いろんな世界を回ったり、日本中を飛び回った時に、もらったものとか、買ったものを展示してくれてるんです。すごいんですよ、それが。この人はちょっとね、変わり立ての人って言われてて、つくも、なんか、下の名前はちょっとわかんないですけど、つくも王人っていうあだ名がついてるんです。黄色い人って書くんですよね。これ世界を回った時に、まあ、アジア系の人を黄色っていう風に例えるって、そっから来てんのかって言われてるんですけど、他のことで言うと、イエローマン、エロマン、エロい人っていう意味で王人にしたとかいうふうにも言われている。ちょっとね、ミステリアスというか、僕は、インディ・ジョーンズとか、漫画に出てくるようなキャラクター。冒険心が、こう、めちゃくちゃある。今で言うたら、その海賊王ですよ、ほんまに。なんかワクワクさせるような話、いっぱいもらえるんです。103歳まで生きたとか、104歳まで生きたとか言われてる人なんですけど、まあ、すごいものが祀られてます。何がすごいかって、まず、そのアフリカ系の民族の方が使ってるお金、それが普通に石なんです。僕らが言う。僕らがよく見る石が、この置いてあって、これは飾りなん？言うたらそういう代々受け継がれてるもんなんつったら、いやいや、その当時、つくもさんがおった時は、この石のお金ほんまに使えて、豚20頭と帰れたとかいうね、話があったり、言うて。で、僕らって、キリスト教ってあるじゃないですか。ね。当時は、やはり、断絶されましたよね。あんまりキリスト、やったらあかんよ、つって。踏み絵って勉強しましたよね。その勉強した踏み絵があるんですよ。そして、マリア像があるんですけど、マリア像が普通じゃないんですよ。観音様の姿にしてあって、マリア観音っていう名前になってたり。で、僕らが調べてる密教。その密教の仏像があったり。で、チベットの仏像があったり。いろんなあるんです。で、もう冒険家がよく持ってる呪いの仮面みたいなまであったり。もう、いろんなもんあるんですよ。むちゃくちゃおもろい。そして、僕らの仕事に関係するもんで言ったら、エマ。やはり神社のところにエマってあるじゃないですか。僕は、まあ、その意味は知ってたんですよ。もともと馬を、まあ、神様に奉納するっていうのがあったんやけど、まあまあ、馬、奉納してばっかりしてたらあかんな。そこにだから、永遠に馬を描くようになった。だから、エマって言われてるって言われてるんですけど、そのエマも、いろんな種類があって。目に効くエマがあったり、お金持ちになれる、ムカデが描かれた絵馬とかね、いっぱい足あるからお金がもらえるとかね、富を得れるみたいなもんあったり、もう、別れるための縁切りの絵馬があったり、しかもこれ明治時代の服装なんですよね。面白いなぁと思って、これまだ全然喋り足りないですけど、まだまだ原稿の時、これわかんないですよ、定かじゃないですけど、モンゴルチンが被ってたヘルメットがちゃんとあったり、
えぐいんですよ。はあ、この人めちゃくちゃかっこいいなーって思ってね。で、館長さんがね、今、その、つくもさんの、息子さんに当たる方がやってくれるんですけど、質問して、しながらこうやってくるんですよ。もう最後ね、もう時間なんで、最後その質問。金さん、銀さんの時代やってん、うちの親父の時は、つって。だからテレビに、こう、長寿がいっぱいおって、うちの親父も100歳超えてるから、金さん、銀さん、どちらが好みですかみたいなことを言われたんですよ。その時に、つくもさんは、いやいやいや、もっと若い方がええやろ、つって。ということで、また、お会いしましょう。なかなか粋な男よ。